チャンネルでございます。ショートですね、本日は大阪サザン釣り堀ですね。いつも言うかね、まあ、専属では行ってないんですけど、まあ、ぼちぼち行かしてもらってます。本日はね、まあ、いつももう飽きてきてらっしゃるでしょうからね、5月半ばですね、釣果の方になります。まあ、こんな感じですね、いつもね。はい、ではね、この水槽のある向かいでね、お金払おうって、さっき駐車条件とね、お金払ってね、ほんでこんな感じで抜けてこう行くと生けすがありますね。ここは識別されてますね、生けすね、本日ね。で、生けすは前日電話した時点で向こう合わせ、まあサザン釣り堀センターが勝手に決めてますね、生けすの色はね。で、そこからまたさらに、6時半回ったぐらいかな、抽選というかね、網だくじじゃないしに、なんていうんですか、スプーンで、席座を決めますね、席を決めます。で、まあ、こんな感じでね、1時間前に来て、まあ、仕掛け作ったり、こんな感じのところでですね、まあ、これ、雨降ったらね、魚さばく人はええやろうね、と思ってね、まあ、なかなか屋根付きのまでの釣り堀はないですよね。ということでね、こんな感じですわ。はい、場所はね、泉佐野の関空近くになりますね。まあ、ネットでも調べたらサザン釣り堀出てきますしね、 YouTuber やら他の方も容疑出してありますよね。ここね、私も専属の人間ではないんでね、ちょっとあれなんですけど、まあ、ぼちぼち行かしてもうてますってことでね、結構観光やね、レンタル竿でね来られてる方多いですよね。まあ、私もあんま釣り堀いうとこは行かないんですけどもね、まあ、こんな感じで帰ってたまに通ってますね。ということでね、今週はまあ釣り堀行って、で、久々船乗ってね、明石海峡の方でも行ってみようかなと思ってるんですけどもね、まあこんな感じで、ベタなぎで非常にね、いい感じでございますよね。安全ですしね。で、まあこんな感じで、7時開始なんでね、待っとるわけなんですよ。はい、そしてまあ、暖かくもなってきましたしね、もう6月入ったらね、投げ釣りのキスもね、四国方面やら行けるでしょうしね、また動画上げていきたいと思いますということでね、養殖マダイ、味は非常に美味しいですよね。僕はあんま釣れてなかったんですけど、この日ね4枚ぐらいやったんですけども、まあ、当たりはありますね。ただ僕脈釣りの地方ではあんまりね竿置いてるんでね、パチッと合わせる時がねちょっとねあれなんですけど、まあと言ってもよそはようけ釣れてるみたいですけどね。まあこんな感じ、養殖マダイこんな感じですね。次回天然マダイ釣れたらね、またね天然マダイとの写し比べ見てね、写し比べというかね、色が黒いですよね、ほんと養殖のね。僕釣ってくる明石のダイも黒いのおるんですけどね、まあ養殖じゃない、まあ綺麗な色しますね、やっぱね天然の方がね。まあでもこれはこれでまた美味しいでございます。また次回よろしくでーす。